アメリカ空軍が開発を目指す NGAD 計画が進行中、AESA レーダーを廃止との情報をキャッチしました。今回は、この時期、F-22 戦闘機 NGAD を詳しく見ていきますね。元 F-15 パイロットが F-22 戦闘機に乗って、それは、性能の違いに驚きを隠せないと言っていたのを思い出します。アメリカ空軍が2022年現在、組織として構築している保有戦闘機の体系は、いわゆる第5世代戦闘機の先駆けである F-22 ラプターを頂点としたピラミッド型であり、F-35 ライトニング2や他の第4世代機が補完している。2014年からアメリカ空軍では、この頂点に君臨している F-22 ラプターを代替する次期戦闘機開発を開始しており、その計画は NGAD ニュージェネレーションエアードミナンスと呼称され、今も厚いベールに覆われている。それは総合的に未だ世界最大の軍事力を保有するアメリカにとって、その時代を担わせる次期戦闘機の概要を容易に漏らさぬようにと、最新の注意を払っていることが大きな一因と思われるが、それゆえに注目度も高い。さらに、現在のいわゆる第5世代戦闘機である F-22 ラプターや F-35 ライトニング2と同様に、アメリカ空軍が採用する NGAD は、そのコンセプト自体が、これまでの戦闘機の枠にとらわれない可能性が高いことも、世界が注視する点であろう。しかし、そんなアメリカ空軍の NGAD とはいえど、その予算の獲得には、自国の議会での承認が必須であるため、そうした政治的な手続きを踏む上では、断片まとながら、それらの仕様を明かす必要があり、漏れ聞こえてくる内容もある。最近では、アメリカの軍事専門誌であるエアフォースマガジンにおいては、NGAD は、現在の F-22 ラプターよりも、機体そのも、が大型化しつつ、より広範囲なレーダー並みの帯域に対応した、ステルス性能を持つと述べられている。アメリカ空軍の NGAD とは、有人戦闘機単体を指し示すのではなく、これに随伴する複数の無人航空機らとのチーミングで成立する、兵器システムと位置づけられており、無人航空機さえも、複数の種類の機体が想定されている。すでに、2022年現在の今においても、陸海空の様々な分野で、通信技術とネットワーク化によって、兵器システムが構築されつつあることを反映し、NGAD でも、そうした有人機を核とした、新しい概念と体系の構築が、さらに進められるのだと考えられる。今回のエアフォースマガジンの指摘の中で、特に興味深い点は、NGAD は、その中核となる有人戦闘機には、現在の主流である AESA レーダーをも装備しない可能性があると、言及していることが挙げられ、その任は、無人機が担うと予測している。AESA レーダーは、フェーズドアレータイプのアンテナを備えたもので、戦闘機のみならず、イージス艦等の艦艇の根幹をなすレーダーだが、これが、NGAD では、有人戦闘機本体には搭載されないかもしれないと指摘しているのだ。エアフォースマガジンは、NGAD の有人戦闘が備えるレーダーとしては、IRST、赤外線捜索追尾システムだけに絞られる可能性について述べており、AESA レーダーについては、無人航空機から送られる情報で対処するとの見方を示している。また、これに続けて、NGAD の機関部には、アダプティブエンジンが採用されると予測しており、これは、2016年に開始された AETP、アダプティブエンジン移行プログラムの結果を反映したものとなるとの予想を述べている。この AETP、アダプティブエンジン移行プログラムで開発される機関部は、従来のものよりも、
25% の燃費の改善、10% の出力の向上、そして発生する熱をいかに抑えて、冷却を行うのかがポイントと考えられている。現在の F-22 ラプターや F-35 ライトニング2においても、ステルス性能を高める必要性から、機体そのものの形状も、それに適した設計がなされているが、これは、機関部の冷却という観点から見れば、それを困難にしている要因でもある。また、前述したように、近年の兵器システムは、友軍の他の戦力との相互の情報共有によって、広い範囲で、戦場の認識力を高め、機能的に行動させることが前提となっており、戦闘機も、このために搭載するアビオニクス類が、著しく増加している。これらのアビオニクス類を稼働させるには、当然のことながら、大電流が必要となり、これは、機関部からの電力の確保という問題に加えて、それ自体が熱を帯びるため、その冷却も同時も行わなければならないというに、一背反的な課題をはらんでいる。さらに、将来的には、戦闘機には、現行の各種ミサイルや機関砲といった物理的な兵装に止まらず、レーザー兵器等のエネルギーを用いた兵装の実装も予定されているため、そこで生じる熱処理の重要性は、ますます高まる傾向にあると言えるだろう。こうした流れから、NGAD においては、優れたアダプティブエンジンの採用が、必須の状況と見て間違いないが、2022年9月の段階では、現行の F-35 ライトニング 2A 型の機関部に、これを採用するか否かについても、議論が生じている。一部には、AETP、アダプティブエンジン移行プログラムで開発されるアダプティブエンジンを、F-35 ライトニング 2A 型に、簡素輸入する案も出されているが、現在のアメリカ空軍のケンドール長官は、この方針には懐疑的なように見える。ケンドール長官は、仮に F-35 ライトニング 2A 型に、新型のアダプティブエンジンを搭載するとなった場合、現行のアメリカ空軍の予算の範囲内で、これを実行するならば、同機の調達機数自体が削減されかねないと危惧しているようだ。いずれにせよ、こうした問題を最終的に決定するのは、アメリカ議会であるため、今後、アメリカ空軍から提出される最終の報告書等において、どのように、議会の説得に向けた材料が提示されるのかに注視しておく、必要があるだろう。さて、アメリカ空軍の NGAD に話を戻せば、2022年6月の時点で、その方向性について、同軍のブラウン参謀総長も、この NGAD について、現行の F-22 ラプターよりも、航続距離が長く、かつウェポンウェイに収容可能な兵装の量も多いと述べている。そのため、アメリカの軍事メディアで、NGAD は、全翼形状を備えており、その大きな機体により、多くの燃料と兵装を搭載することが可能となると予測され、アメリカ空軍自身も、2022年4月に出した報告書で、そのイメージを伝えている。さらに、アメリカ空軍のケリー航空軍団司令官は、NGAD には、2つの種類が存在する可能性を示唆しており、これは、太平洋地域で、対中国との対峙を、ヨーロッパ地域で、対ロシアとの対峙を念頭に置いた上でのコメントだと解釈されている。つまり、アメリカ空軍の NGAD は、太平洋地域に向けては、空中給油機に依存しなくとも、良い航続距離を確保した形式であり、逆に、ヨーロッパ地域では、航続距離は、そこまで重点を置かない2機種が存在することを示唆したものと言ってよいだろう。こうした断片的な情報ながら、アメリカ空軍の NGAD のコンセプトについての輪郭は、徐々に見えつつあるように感じられるが、これを、どの航空機メーカーが手掛けるのかといった根本の疑問については、未だ有力な情報は、
聞こえてこない。ただし、個人的には、F-22 ラプターや F-35 ライトニング2で、いわゆる第5世代戦闘機の需要をほぼ独占した、ロッキード・マーチン社が、やはり最有力にあり、ボーイング社等が、どこまで、巻き返しの余地があるのかが気になる部分ではある。日本の F-2 戦闘機の代替を図る次期戦闘機開発においては、当初の大枠の予想を覆しロッキード・マーチン社ではなく、イギリスの BAE システムズ社との共同開発路線が鮮明となっているが、それも並行して注目していきたい。